チョコ、それ上を皮これチョコつければいいんだよ。これでチョコ洗えばいいんだよ。塗ったくればいい。薄く食べやすいでしょ。何飲む？カルピス。カルピス？体に？カルピス。あ、ピースです。あ、眠い音。ママピースって言って、ママピース。ママピースちょうだいって言えば伝わるから。ママピースちょうだい。あ、今ママうんこしてるから。ママピースちょうだい。ひなとんきこんご見っけたよ。見っけたってどういうこと？ドンキーコン、ドンキーコンがさ、あのさ、うん、どっかでさ、ね、見切っちゃった。どっかでって？ジャスコ。ジャスコ、うん、バタンと行った時、うん、買っといて言えばよかったの。その時さ、ブラブラしてたからさ。見せブラしてたの？何見てたの？お洋服？お菓子。おが、なんか新しいお菓子あった？うん。音？何？ヤンヤンのさ、違う味ないの？はい。なんかストロベリーがあるっていう噂あるけど、いちご味。ない。ないの？あってもいいもんだけどね。いこんな飽きたでしょ、あれも。まあ、バナナ食べちゃうよ。昨日もやりたい。うん、クリーム美味しい。クリーム美味しいの？クリームとチョコ、チョコクリームが好きなの？クリーム、ただのクリームとチョコとチョコクリームとチョコレートパフェ、どれが好き？チョコレートパフェ。男の中にチョコ入れたい。またママにぶん殴られるよ。もう嫌でしょ、ぶん殴られるの。リノもやりたい。いいよ、食べたら。これも全部食べちゃった。皮も食べて。これ、これ炭水化物だから。マー君、おはよう。さあ、お食べ。バナナはママ食べるから。リンゴ食べよう。リンゴ、うん、いいよ。ママバナナしかほら食べない人だから。面白いでしょ。マー顔好きなの？
ねえ、昨日さ、うん、症状見せてない？何の症状？歯磨きの歯の感じ。ああ、見して。歯磨きの症状？みんなもらうの？うん、歯磨きよくできましたって。これが症状。お、丈夫な歯でしょう。野沢りのちゃん、あなたは今まで虫歯がなく丈夫な歯でいたことをここに証します。へえ。これが歯ブラシ。どこに証するの？生え変わり器用だって。同じでしょ、違うのかな。マー君じゃこれもらえないじゃない。ちょっと危ないでしょうだよこれじゃあ。マー君、てれーん。すごい。これラミネートします。大事に取っておきます。でもちょっとぐちゃぐちゃ。大丈夫、ラミネートすれば。あれ、この厚みでもラミネートできるでしょ。できる。これ初ラミネートになるの？ん？初ラミネート。ラミちゃんペン。マー君の毛の髪どうなってるんですか？すごいな。芸術。マー君もその長さは悪いだよ。もうバッサリいっちゃうからね。いい。この子が割りないの？だよ。ただここ直してるだけで。なんないよ。マー君後でペロペロするからね。あれ、いい音ではないの？おー、すごい飲みっぷりだね、マー君。体にうひょ。うひょって。でも、マー君って、はい、マー君って、いいよ、いいよ。怒られたんだよね。誰に？先生に。なんで？なんかね、折りたたんであるテーブルの上をいきなり走り、怒られたら、不機嫌になる。壁に飾ってある鏡の縁を蹴り。え、何それ。城の中にいきなりそういう行動があったらしい。あら、まあまあまあ。なんでそんなことしたの？嫌なの？保育所の体制が。昔のママが苦にくいからだと思ってた。苦にくいって何？苦にくいって何？苦にくい。ママが嫌いだからとか。もう荒れてるの？荒れてるの？保育所でママが嫌いだって荒れてるの？今心の中で数えてる。マー君数字何好きや？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10の中でどれが好き？5。 5？ そうかい。じゃあ11、12、13、14、15、16、17、18、19、20の中でどれが好き？3。13かな。で、21と24と27は？27好きなの？田中さんの背番号？22。22も好き？これ、藤子は給仕かな？25。 25誰だっけ？リノ。あれ、25誰？マークだよ。横浜時代の村田。村山志保。誰だっけそれ？陸上？って。うん。あとは？あと何好き？リノワさん。19。上原。いいね。いいよ。次は？五。リノワ。五？五清原。16。16ノモ。ノモさん。いいね。1、2、3、4。あとは？30代。ママの年齢は37。37好き？うん、37。リノワ、あとは
95ない。85ない。85ない。37まで。30本当のママのね、40にはないんだよね、ママの。39も37まで。35 34 35 34。いいね、続き。33書けばいいんだよ、ほらリー自分で。うん、マクも貸して。マクもやりたいの。マク1枚やってみる。44ある。ない。37までしかないじゃん。こことやって削るの。周りの白バイに乗ってみたい。白バイに乗ってみたい。ジータンのバイクあるじゃん。あれ？あれシルバー？かけないじゃん。黒？バイク。黒だったかな。黒だよ。ジータン下着とかどうしてるの？あら。なんか洗濯はしてるらしいよ、定期的に。え、だってテントなんでしょ？だからホテルの時？うん、とかなんじゃないかな。で使い回してるってこと？まあ買って捨ててとか。とか。今どこ？山口県。山口？うん。長州さんのふもとじゃないですか。山口で。音。山口ってどこだっけ？鼻血出たの。鼻水。かわいそう。これじゃできないんだって。鼻血出ちゃったね。なんでできないの？これ。できるよ。できるの？葬儀場の玄関先に泊まったとかした。え？ダメなんじゃない？いい、断って。断り入れてるんだと思うんだよね。多分。まあ今そんな寒くないからね、夜中。でも虫出てくるよこれから。でも音ね、虫に刺されない人だもんね。